チュニジア代表は10月17日に行われた国際親善試合で日本代表と対戦。0対2で敗れた。動画、古橋の先制弾、伊藤の追加点でチュニジア鬼、ゼロ撃破。試合序盤から劣勢を強いられたチュニジアは43分、こぼれ球を拾った古橋京吾の冷静なフィニッシュで先制点を許す。さらにに69分にも 久保建英のマイナスの折り返しから伊東純也に決められて、追加点を奪われた。13日の韓国代表戦、0-4に続いて、無得点で敗れたチュニジア。母国メディア、アッサバは、韓国に4失点した後、日本に対しても2ゴールを与えて敗れた。チームの守備の問題が確認され、明確なプレースタイルの欠如があらわに、と敗戦を伝えている。 前半はまずまずの内容だったが、守備のミスから古橋に決められた。後半に入っても日本が主導権を握り、伊藤に2点目を献上。攻撃でもほとんどチャンスを作れなかった。守備での大きなミス、得点力のある選手の不在で、アジア遠征に連敗を喫した、また、この結果を受けて、ジャレルカドリ監督の挙手についても言及。この衝撃は、チュニジアサッカー連盟の、 ワディ・ジャリー会長が決定権を持つ、ジャレル・カドリ監督の身体にも関わるだろう、と指摘した。9月シリーズでは日本に敗れた後に、ドイツ代表のハンジ・フリック監督、トルコ代表のステファン・クンツ監督がそれぞれ解任されている。果たしてチュニジアはどうなるのだろうか